はい、こんにちは。はい、こんにちは。こちら何されてます？これはうちのね、自家用のね、ナスとトマトとキュウリがあるんですよね。これね、カボチャもこれは自然に合わせてあるんですけどね。はい。まあ、1週間ぐらい前にね、草取ったと思ったらもうついちゃったのかね。こんな大きい草がたくさんあるじゃないですか。ちょっと悟りですね。草を取ってやろうかなと思いましてね。ああ。そして今ちょっとね、草取りを使用するところで。ああ、そうですか。こちらナスはもう食べられるんですか？やっとね。うちはね、ちょっと遅く植えたらね、やっぱりあれだね。で、皆さんは。だから3月の中旬で植えればいいんじゃないかな、今はね。うちは4月の半ばだから1ヶ月遅いから、やっと一番が取れるというところですよ。トマトはもう少し経たないんだろうね。早いし、トマトもきっと食べてるんじゃないでしょうかね。なるほど。よろしく。はい、どうもお疲れ様です。はい。